日立物流の松本です。 IT 戦略本部 RPA センターのセンター長をしております。私たちは物流に関するソリューションを提供している会社でありまして、特にサードパーティーロジスティクスといいまして、お客様の物流業を一手に引き受けるようなサービスを得意としております。RPA を使ってですね、生産性改革、ひいてはですね、働き方改革を進めていきたいと考えております。私たちはお客様にサービスを提供するにあたり、非常にいろいろなオペレーションをですね、扱っております。その中で今まさに人手不足という課題に直面しておりまして、自動化はですね、非常に急務となっております。また働き方改革においてもですね、大きな生産性を改革進める上で自動化をしなければならない一つの大きな理由になっております。私たちは RPA センターという RPA 専任の組織を立ち上げまして、 RPA を中心としたですね、さまざまな自動化ツールと ARPA を連携させた自動化を推進しております。単に自動化を進めるだけではなくてですね、業務プロセスを見直しながら本来あるべき姿に近づけていくというような形がどんどん進んでいるかというふうに思っております。単に RPA というところだけではなくてですね、 RPA につながるさまざまなですね、ツールとの連携を期待しております。特に AI を使ったですね、判断業務ができるようになるというところに非常に期待をしております。